こちら用途に合わせてリバーシブルで着こなせる布白とフリースの良さを掛け合わせた、コレクションとなっております。布白側はパーテックスダイヤモンド、フューズを採用されていまして、特殊な、異形断面紙を使用した。生地はフラットな表面で汚れなどがつきにくく、耐摩耗性耐久性に優れているため、擦れ汚れが気になるシーンでも、しっかりとね活躍してくれるジャケットとなっております。フリース側はリサイクルポリエステルのボアフリースで、保温性がさらにアップしているのと、左胸に配置された布白のファスナーポケットはデザインのアクセントにもなっています。シンプルでゆったりとしたシェイプのジャケットは配色がね非常に個人的にはかっこいいかなと思います。布白フリース双方の両サイドにファスナーのポケットがついてまして、ポケットの内部のアジャスターで裾のフィット感が調節できるようになっております。またこちらはね、あのアクセスはちょっと内側の方のポケットにしかね、あの紐がついてませんので、まあ、そちらからちょっとね引っ張っていただいて裾を調節するような形となっております。キャンプなどのアウトドアシーンからタウンユースまでね、様々な場面で活用できるライトアウターに、部類する感じかなと、個人的には思っておりますが、まあ、今年ぐらいの気温でしたら、すごくね重宝する場面も多いんじゃないかなと思っておりますので、気になる方は、ぜひぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。でこちらは実際着用してるんですけども、163センチ54キロで今 M サイズを着ております。まあ、サイズ感的に言いましてもね、ちょっと、ゆったりめな感じの印象で思っていただいて間違いないかなと思います。特にまあ身幅であったり、肩周りですね、この辺はねもう本当にかなり緩めで、いろんなねちょっと肉厚なスウェットとかインナー着ていただいても、もたつかず、申し分なく使っていただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、すっきり目に着たい方はね、あの普段よりワンサイズ落としていただいても、まあまあ個人的にはありなんじゃないかなと思いますが、まあその反面ね、ちょっと中にこう着込むことっていうところは多少難しくはなってくるかなと思いますので、まあ一番はね、あのご試着していただくのが一番ベストかなと思いますが、まあ少しでも、参考になれば個人的には嬉しく思います。でひっくり返すとこんな感じですね。裏側の方もね、ノースフェイスのロゴに関しましてはしっかりと刺繍で施されているっていうところは、すごくね個人的にはいいポイントかなと感じました。で一応サイズ展開は XS サイズから XL サイズまでの、一応ね5展開、サイズさあの展開されておりますので、結構幅広い方にもねしっかりと対応できるサイズ展開なんじゃないかなと思っております。まああのボアの方をね内側にして着るとね、やっぱりあの袖通りはねちょっとどうしてもねもたつきやすくはなるんですけども、まあ、ちょっと小雨とか降った時とか、そういう時にはねこちらの方を表にしていただいてもいいんじゃないかなと思います。で裏返した時のこちらのポケットの内部にこのアジャスターのねあの調節する紐がついておりますので、もうここ1箇所だけですので、ちょっとねこれを内側にしてしまうと非常にちょっとね紐の調節っていうところはやりにくいなと感じたのが正直な点でございます。こちらのねあのブラウンの方の裏地はネイビーとなっておりますので、まあ、このツートンもね非常にかっこいいんですけども、個人的にやっぱり一番おすすめなのはこちらのチャコールかけブラックの、こちらのねお色がめちゃくちゃ、すごくかっこいいんじゃないかなと、感じております。まあ、このねスタンドのネックの高さも非常に短めで、こうな首の短い僕、でも全然こう顔にもね当たらず、こうすっきり着ていただけますし、とにかくねこの配色、このツートンのね色の掛け合わせ具合がねやっぱりすごくね程よく新鮮味もあって、まあ、色の掛け合わせ自体はすごくベタなんですけども、やっぱりこのボアと布白であったりとか、まあ、ノースフェイスのロゴの刺繍であったりとか、まあ、このサイズ感含めてなんですけども、すごくこの色はねかっこいいんじゃないかなと個人的には感じております。またねあのコーディネートも非常にしやすいカラーなんじゃないかなと思いますし、やっぱり飽きのこない感じで流行り廃りないっていうのを選ぶとなると、やっぱりこちらの色がね一番個人的にはおすすめできる部分なんじゃないかなと思っております。まあ、以前ねこちらの V ネックバージョンの方もねご紹介したんですけども、やっぱりねこのスタンドの方になると、やっぱりよりアウター感というところはねしっかりと出てくれますので、まあ、そういった部分でもねこちらの、タイプはねすごく個人的にはおすすめしたいかなと思います。お値段も一応税込みで、3万250円と、なっておりますね。まあ、決してねお安くはない、お値段ではあるかと思うんですけども、まあ、これに関しましてはね、あのむちゃくちゃ分厚いダウン着るよりかは、あの着る
機会というところも、ある程度多いんじゃないかなと思いますので、そういった面も含めまして個人的にはすごくお勧めしたいかなと思っております。でこちらのお色も、実際着てみたんですけども、サイズがねちょっとワンサイズ上げてみて、ちょっと上げてみたんですけども、やっぱりね L になるとやっぱり僕の体型だと、全然大きいですので、まあ、この辺はねもう着た感じのイメージだけ、掴んでいただければなと思っております。まあ、こういったねインナーグレーにしてモノトーンで、パンツを黒にして、あのワントーンのコーディネートっていうところもね非常にシンプルですけども、あとこの素材の違いとかが、相まって個人的にはめちゃくちゃ好きな、色合わせにはなってるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった部分も含めてちょっとでも、ご参考になればなと思います。やっぱり L サイズになるとね、この肩のもわっとした感じとか、全体のねこの丸みを帯びたシルエットっていうところはねすごく強調されやすいですので、すっきり感はね全くなくなってしまいます。特にねやっぱり袖口のもたつきですね、あのサイズを上げてこうここがね一番こう切られてる感っていうところが出やすくなりますので、まあそういった点はね、少し注意が必要かなと思っております。でこちらの色はねひっくり返すと、ブラックですね。もう本当にあの真っ黒の、感じで、まあ、そんなに、ツヤもない感じの、ナイロンなんですけども、どうしてもねやっぱりこうシャカシャカとした音はねあのめちゃくちゃ目立ちますので、その辺はね多少好き嫌いはあるかと思いますが、まあ、そういった方はねもうナイロンの方を中にしていただいて着ていただければ、解決するんじゃないかなと思います。で一応ねあの両方とも、ジップのポケットがついておりますよっていうところですね。まあ本当にハンドウォーマーとかついてないんですけども、もう本当に至ってスタンダードな感じのポケットっていう印象ですかね。はい、ということで今回、ご紹介してきましたノースペースの、リバーシブルエクストリームパイルジャケットですね。お値段が、税込みで32,500円となっております。一応サイズ展開は XS サイズから XL サイズまでの、ご展開となっておりますので、まあ、気になる方はぜひ、一度ねご試着とかも含めて、していただければ、非常にねこの良さは、少しでも伝わるんじゃないかなと思っておりますので、気になる方はぜひ見てみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。またね本当に、気温がねぐっともう一発寒くなってきましたので、そろそろねアウター着ないと、まあ日中は大丈夫なんですけど、朝晩は、もうとにかくやっていけないぐらいの、感じかなと思いますので、まあ、アウター探されている方いらっしゃいましたら少しでもご参考になればなと思っておりますので、ぜひねよかったら見ていってください。ということで次の動画までまた、さようなら。こちらね本当にあのコーディネートの幅を広げていただける3ウェイの、仕様となっております。秋から春にかけてロングシーズン、活躍する中綿の、インナー付きジャケットとなっておりまして、インナージャケットとアウターは専用のファスナーで連結が可能なほか、それぞれ単体としても、使っていただける、便利なアイテムとなっております。アウターは高い防水性と透湿性を持ち合わす、2層構造のハイベントが使われているのと、インナーはしなやかなナイロン生地に中に、プリマロフトが入っておりますので、軽くてそんなにめちゃくちゃ分厚くはないんですけど、しっかりと、暖かいっていう感じですね。高い保温性と水濡れに、強い特性があるのと、まあ、不快な静電気の発生を、抑制してもらえる、静電気屋設計となっております。まあ、こちらね本当に毎シーズン展開されている非常に便利な、シンプルな感じの、アウターとなるんですけども、もう本当にあの先ほどもお伝えしましたが、まあ、中取り外せるというところでね、この一番上のアウターに関しましてはもちろん春先秋口ね非常に重宝するんじゃないかなと思いますし、まあ、このインナーダウンに関しましては別のねアウターとの相性もすごくいいかなと思いますので、まあそういった感じですごくコーディネートの幅を広く使っていただけるアイテムなんじゃないかなと思います。
もちろん連結させてね、一緒に着ると全然真冬でも使っていただけるぐらいの感じですし、まあ今年の暖冬とかでしたらね、このぐらいの分厚さでもう本当にちょうどいいんじゃないかなと思っておりますので、気になる方はね、ぜひぜひチェックしてみていただければ、個人的には嬉しいかなと思います。また概要欄の方にもね、リンク貼っておきますので、そちらから一応飛んでいただけるようになっておりますので、気になる方、まだお時間ある方はね、ぜひそちらからチェックしていただければなと思っております。で、こちら実際着用してるんですけども、163cm、54kg で、今 M サイズを着用しております。こちらね、今連結した状態で着てるんですけども、まあちょっとねフードなんか着てるんで申し訳ないんですけども、もう全然腕回りであったり身幅であったりっていうところも、まあしっかりと余裕のあるタイプとなっておりまして、まあ着丈は僕の身長で本当にちょっとお尻、3分の1ぐらいかかるかなっていうぐらいの丈感ですので、まあデザイン自体、まあシルエット自体はね、本当にスタンダードな感じのイメージで思っていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、特別ねそんなにオーバーサイズになっているわけでもなく、身幅が極端に緩いとか、肩がねちょっと緩くて落ちているって感じでは全くないですので、本当に流行り廃りなく、長くお使いいただけるんじゃないかなと思います。でフロントは一応ダブルジップの仕様となっておりまして、ボタンついておらず、もうベルクロでパパッと留めていただけるような仕様となっておりますので、まあ、本当に手袋したままでもね、前閉じる時もちょっとね、まあ、そんなにめちゃくちゃ強いベルクロじゃないんですけども、まあ押さえるだけで一応ねフロントは止まるような感じの仕様となっております。まあ、結構ね動いてしまうとバチッとすぐ取れやすいっていうところは弱点かなとは思います。で裾は一応ドローコードがついておりますので、こちら絞っていただくと裾の調整であったりとか、まあ、腰からの風の侵入というところも軽減してくれるんじゃないかなと思っております。で今からちょっとね中のライナーのねインナーをちょっと取る感じにしたいと思うんですけども、連結しているのは、この、ね、横のところですね、こちらはジップで、ついております。まあ、そのままねちょっとピラッとめくっていただいてジップを下ろすと、もうここは取れますよっていうところですね。であとついてるのがこのネックの後ろのところですね。ネックの後ろのところも、ボタンでねついてるだけですので、もう簡単に、取り外しがすることができます。であともう一個がね袖のところですね、こちらも、ボタンがこうぐるっと、ついてるだけですので、こちらパチッと外していただくとするともう袖は、抜ける状態となっております。でちょっと前後しちゃいましたけども、こちらですね、ネックのところも同じような仕様で、ボタンで止まってるだけっていう感じですね。もう本当に簡単に取り外しもできて、結構ねジップのところもスムーズに連結できますので、意外とねこの、まあ、袖とか首のところはね極力別にボタン止めなくてもそんなに中で動くことはないかなと思いますので、もう簡単につけたり外したりっていうところはできるような仕様となっております。でこちらが、インナーの方ですね、まあ、ちょっと格子状の縫い目がついてるのと、あと中にねプリマロフトが入っておりまして、まあ胸元のとこと、いつもの場所ですね、こちらはノースペースのロゴが、同色で刺繍されております。またこちらボタンのところですね、これ結構ペロンとしちゃうんですけど、しっかりと中にね収納していただけるような、穴がありますので、まあ、こちらにねちょっとめちゃくちゃちっちゃい穴なんで若干入れづらいんですけども、まあ、押し込んでいただくと、まあ、こうやって首元のビラビラも、見えんくなりますよっていうところですね。まあ、こうなるとね本当にインナー感というところは一気に、なくなるかと思います。で袖も一応ついてるんですけども、袖のところにも同じような穴がありますので、そちらを、押し込んでいただければ、このビラビラはなくなると思います。でも本当にシンプルな感じの、まあ、ライトアウターぐらいの感覚ですかね。こちらも裾のところにはドローコードがついておりますので、まあ、そちらでね裾の調節っていうところもしていただけるような感じとなっております。結構ねサイズ感はやっぱりインナーダウンというかインナーのジャケットとなっておりますので、まあ、そんなにめちゃくちゃゆったりめというか若干ねすっきりめな印象のサイズ感となっております。まあ、これでしたらね他のアウターの中に着てもね全然もたつかずお使いいただけるのと、非常にね滑りがいい素材となっておりますので、着心地と軽さというところはねめちゃくちゃありますので、非常に便利な感じかなと思っております。で内側の方にはポケットがね一つついております。まあ、間口も程よく広くて、まあ、スマホがスポッと入るぐらいの大きさかなと思います。
まあ、これはこれでね本当に便利な感じで、まあ、お洗濯もできますし、本当にイージーケアで使っていただける分ではすごく便利かなと思いますね。でこちらが外した状態の一番上のアウターですね、まあ、こちらも一応裾にドロコードついておりまして、もう本当にこれはね春先秋口でめちゃくちゃ重宝するぐらいの便利なマンパとなって使っていただけるんじゃないかなと思います。やっぱり中抜くとね結構身幅の部分とかはね結構ゆったりしておりますので、まあ、あの別のちょっと分厚めなスウェットであったりとかも着ていただきやすいんじゃないかなと思っておりますので、まあ、これはこれで非常に重宝するアイテムかと思います。はい、ということでね今回ご紹介してきましたノースフェイスのカシウストリクラメイトジャケットですね。もう本当にスリーウェイで一つで結構ね幅広く対応できるアイテムとなっておりますので、気になる方はねぜひチェックしてみていただけると個人的にも嬉しいですので、よろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとねやっぱ最近ノースフェイス、連チャンでお送りしてるんですけども、なかなかね他のブランドも、撮影はしてるんですけどもアップがちょっと追いついてない状況ですので、まあ、少しずつ、ご紹介していければなと思っておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければ嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。ということで次の動画までまたさようなら。こちら、保温性のあるポリエステルの中綿を採用した MA1 モデルのインサレーションジャケットとなっております。表地はリサイクルポリエステルのツイル生地、中綿には保温性を持ちながら、濡れてもかさ高を保ってくれるプリマロフトが採用されております。アウトドアで活躍できる機能性を持ちながら、しっかりとねタウンユースとして街着としても非常にね重宝するアウターなんじゃないかなと思っております。一応サイズ展開は S サイズから XXL サイズまで展開されておりますので、本当にね非常に幅広い方に着ていただけるサイズ感なんじゃないかなと思っております。またお色は今回全色ご紹介しておりまして、ニュートープ、アーバンネイビー、ブラックの3色展開となっております。まあ、サイズ感に関しましては身幅はね程よくゆったりしておりまして、まあアームホールも結構ゆとりのあるタイプで、着丈がそこまでめちゃくちゃ長くないっていう感じの印象ですので、まあ特別ねめちゃくちゃ今っぽいサイズ感かというとそうではなくて、もう本当にスタンダードな感じのシルエットとなっております。まあ多少ねあの中パーカーとかちょっと分厚めなスウェット着ていただいても全然余裕で着れるぐらいの感じのイメージですので、まあ本当にねあの中をあったかくしてこれを羽織るような感じでも、めちゃくちゃごっついダウン着るまでもないかなっていう時はねこのぐらいの分厚さが一番重宝するんじゃないかなと思っております。でこちらがちょっと実際着用してるんですけども、お色がブラックの方ですね、身長163cm 54kg で、サイズをねちょっと L サイズを着てみるとこんな感じですね。まあ僕の身長でしたらすっきりめで着るんであれば S サイズ M サイズで十分かなと思います。まあ結構ねあの大きめがいいとか結構ゆたりがある方がいいっていう方はこのぐらいのサイズ感でも、まあ丈は短い分ねそこまでめちゃくちゃダボっとしては見えにくいんじゃないかなと、個人的には感じております。まあ、本当にねあの腕周りも、だいぶゆとりもありますし、今なんかパーカー着て、着てるんですけども、それでもね、まあ、もちろん L サイズっていうのもあるんですけども、余裕で着ていただけるぐらいの感じで、まあ、着丈はお尻ちょっとかかるかなぐらいの、丈感となっております。まあ、本当にあのめちゃくちゃ暖かくて見た目以上にね軽いっていうところですね。まあ、表地はねちょっとこうナイロンの独特のこう擦れるとシャリシャリした感じは出ちゃいますので、まあ、その辺は結構好き嫌いはあるかもしれませんが、まあ、色に関しましても程よくマット感もありますので、なんかめちゃくちゃテカってるっていう感じのナイロンではないですので、そういった部分ではねすごく入りやすいんじゃないかなと思います。またノースフェイスのロゴもしっかりとね刺繍となっておりますので、まあ、そういった部分もね安っぽさもなく着ていただけるというところは個人的にはめちゃくちゃいいポイントかなと思っております。
でこちらね、去年もご紹介した、カラーになるんですけども、ニュートープの方ですね。まあ、色目はね本当に、絶妙な深すぎず淡すぎずといった、感じのカラーが、特徴のこちらなんですけども、まあ、本当に MA1 といったらっていう、印象のカラーなんですけども、まあ、それとねこうノースフェイスのアウトドア感っていうところがしっかりとこうミックスしたような、感じの、色目が個人的にはね、すごくおすすめしたいカラーとなっております。冬はねどうしてもこうダークトーンが多くなっちゃいますので、このぐらいのねちょっと落ち着いた感じのカラーリングのアウターっていうのも一つ持っておれば、コーディネートのね幅もしっかりと広がりますし、大人の方でもねちょっとこうスラックスと合わせて綺麗めな感じのスタイルを、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。でこちらニュートープの方も実際着用してみたんですけども、サイズ同じく L サイズですね。あのパンツ黒履いてるんですけども、やっぱりね黒との相性抜群にいいかなと思いますし、まあ、フードを、中にねあの着てちょっと出してレイヤードしてもいいですし、まあ、顔周りもねあのこの襟のところも、すごくねすっきりしてますので、顔周りも、結構ねシュッと見えるような感じですかね。でポケットも、まあ、この腕のところはね普段使うことはないかと思いますが、まあ、あの普通の、サイドのポケットもしっかりと容量も入りますし、まあ、本当に暖かくて内ポケットも一つついてるような感じですね。まあ、リブはねあのそんなにきつめではないですので、袖のところもちょっとねこのもたつきが若干、まあ、サイズが合ってないっていうのも、あるんですけども、それを加味してもねちょっとこうなんかもわっとしちゃうっていうところがね、あの個人的には一点ちょっと気になったポイントではあるんですけども、それ以外はね本当に軽くて暖かくて非常に使い勝手がいいアウターなんじゃないかなと思いますし、まあ、流行り廃りもないですし、開けてきてもねそんなにめちゃくちゃガバッとこう丸みが出るような印象ではなかったですので、そういった部分はプラスなポイントかと思います。で最後の色がこちらアーバンネイビーですね。ちょっとねあの色が飛んじゃってしまって、すごく見にくくて申し訳ないんですけども、ちょっと青みがかった青が強いようなネイビーだと思っていただいて、大丈夫かなと思います。まあ、どうしてもね MA1 の色って、まあ、パッと思いつくのはやっぱカーキ、その辺がね一番、多いかと思うんですけども、まあ、黒もそうなんですけど、やっぱりこのアーバンネイビーはね結構そういった部分では新鮮さがあって、よりスタイリッシュな感じのコーディネートも、楽しんでいただきやすいじゃないかなと思います。でこちらが、ワンサイズ落としまして M サイズを着るとこんな感じですね。まあ、着丈も本当にさっきよりだいぶすっきりしますし、特にねこの肩周り腕周りのところですね、まあ、袖丈に関しましてはちょっとね今ごつめなパーカー着てますので少しねもわっとしてますけれども、普通の感じのスウェット着るともうちょっとシュッと見えるかと思います。ですのでもうサイズ的にはね僕のぐらいの160センチ前半で、まあ、本当にあの普通体型の方でしたら M でも全然余裕で着ていただけますよというところだけ伝われば個人的にはありかなと思います。まあ、S サイズでもねちょっとねあの取り扱いないのであの着れてないんですけども、全然余裕で着れる感じの身幅腕回りだと思っておりますので、まあ、その辺は心配なさらず、まあ、実際に、ね、着用していただくのが一番ね分かりやすいかと思うんですけども、まあ、なんとなくの、このパンツとの、バランスを考えた時に、まあ、このぐらいのサイズ感でも個人的にはいいのかなと思っております。このね首元と袖、あと裾ですね、すべて同じリブが使われておりまして、非常にこの肌触りがいい感じは、伝わればなとは思うんですけども、まあ、その分ねどうしてもこう特に裾のところですね、やっぱり擦れると毛玉っていうところはねあのできてしまいやすいですので、その辺はねもうどうしようもないところではあるんですけども、まあ、一つ、ちょっとねあの参考程度に覚えておいていただければなと思います。一応内ポケットは一つ、ついております。スマホがまあ入るぐらいの感じの大きさだと思っていただければいいかなと思います。でこちらがねパーテックスの、生地と中はプリマロフトの、綿が入っていますよっていうところですね。まあ、本当に肌触りといいますかね、この袖通りもすごくいいですので、滑らかにこう着ていただけるというところで、まあ、中にニット着ていただいても、非常にねもたつかずスッと袖が通るっていうところも、総裏ですので、まあ、その辺はねすごく、着やすくていいんじゃないかなと思います。やっぱりあとはねもう本当に刺繍というところはやっぱり、個人的にはすごくプラスなポイントで、まあ、ノースフェイスも結構ねあのプリントのやつもあったりするんですけども、剥げちゃったりしますので、こういったねちょっと刺繍だとやっぱり高級感は、ちょっとプラスできていいんじゃないかなと思っております。
はい、ということで今回ご紹介してきましたノースフェイスのインサレーションボンバージャケットですね。去年もね、動画でご紹介しておるんですけども、まあ、サイズ感、デザインに関しましてはほぼほぼ一緒だと思いますので、まあ、去年のやつも気になる方はぜひね、過去の動画見ていただければ個人的にはすごく嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。またちょっとねコメントも、なかなかすぐにこうタイムリーで返せてないのは非常に申し訳ないんですけども、一応ね必ず全部返そうと思っておりますので、まあ、もう少し待っていただければなと思っておりますのでお気軽にコメントでも、質問などございましたら、どんどん書いていただければなと思っております。ということで次の動画までまたさようなら。